川を中心にフォールド地盤が発生。現在も急速に範囲を拡大させています。こっちはこっちでやばいな。これは基地の中心部を眉のような断層が覆っている。ああ言ってたのとか眉なかった。しかしあれだけの断層を超える術が今の我々にある。バジュラがいるんです、この星には。あります。アイシャさんの開発してた YF30 には独自で開発されたホールドシステムが装備されています。ああバジュラじゃなかった。これは現在 LAI でも試験開発中ですが、まだ実用化の目処は立ってない最新テクノロジーです。なるほどな。その YF30 で断層に穴を開ければあの中に入れるって寸法か。聞いたなリオン。今親友失ったばっかなんですけど。リオン聞いてたのか。いやあの心が、ああ聞こえてたぜ。ロッドのことで悲しんでるのはわかる。だが、ああ分かってる。悲しんでる場合じゃないってことは分かってるさ。リオン、俺はあの二人を助け出さなきゃいけねえんだ。こんなところで立ち止まってられるか。ロッド、お前は道を間違えた大バカ野郎だ。だから俺は行くぜ。お前とは違う道を、未来を。アイシャ、ミーナ、待ってろよ。今すぐ俺が迎えに行く。なるほど、あの眉の中だね。ゲームの使用上仕方ないし、機体立て直したら生きてたし。さあ突入です。ああすんなり入れた。この向こうにアイシャとミーナが。さすがに簡単には通れねえか。もうちょっと、もうちょっと耐えてくれよ。ゴボタ、日記バサラ。見つけたんだろ、お前の歌を。ああ、ようやく俺は自分が何をすべきなのか分かった。何のために飛ぶべきなのか。ならそのハートを応援するぜ。俺のシャウトで魂をたぎらせろ、リオン。俺の歌を聴け。熱いね。え？ああ、初代のあの時か。これがあの忌まわしき戦いで失われた風景、私の故郷。長い悪夢が終わり、真実の世界が目覚めるのだ。世界の再構築の時を待つんだ。トワード、クソ、なんだよあのどでかい化け物は。見せてやろう、神にも匹敵するこの私の新たな力を。その死をもって自らの愚かさをあがなうがよい。戦うしかないみたいに頑張ってちょうだい。
変えられる。時間も空間も支配することができる。この世の全てのことは夢幻だ。マクロスという悪魔を私が終わらせてみせる。ふざけるな。あんたにとっては美しい過去かもしれないが、俺たちももう何十年もこの銀河で生きてきたんだ。お前の望む世界こそ俺たちにとっての悪夢なんだよ。なるほどな。あ、クォータ、うまく突破できたみたいだな。あ、来たね。リオ、無事なのか。めっちゃ味方おる。なんだこいつは。そんな、まさか、あれはフォールドエミル。あれが、かつてプロトカルチャーをも絶滅の危機に陥れた最悪の生体兵器であるエミルシリーズ。なんというカドゥ、人の業とはここまで。見るがよい、世界の再構築を。見れんのかそれ。俺この悪しきカドゥの深い闇、負ければ。なるほど。ロスにはあの闇を落とさせません。特殊バッドエンディングがあるんか。ないよ。ないんかい。バカだ。お、歌が聴いている。マジかよ。スピリチュアレベルさらに上昇。歌を通してフォールドエミルのエネルギーは急激にダウンしていくわ。みんな歌え、みんな歌え。私の波動を阻むというの。戦う相手はでかければでかいほどいいって言ってね。ああ、一緒持ったの。それはかましてやるぜ。そういうことだ。ちょっと、ザコはもうええんよ。急ぎ、ガルト、必ず無事に帰ってきて。もうザコへのロックオンはええんよ。みんな歌え、みんな歌え。素敵な歌ね。私も歌うわ、思いっきり。歌え、歌え。そう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 。私はあらゆる悲劇をなくすために。なるほど。本当にビンビン響いてきやがる。こんな熱いライブは初めてだぜ。おい、イレール。あ、二人か。マサラ、あいつらのハートをギラギラにしてやろうぜ。もう敵はあっちなのに。バサラだしな。世界の正しい姿、それの何が悪い。うるさいですよ。お、行くわよみんな。私の、私たちの歌を聴け。来た、フロンティア。なぜくそ、理解しようとしない。ザコはいいんだ。変えたくはないのか。何するんだ。ザコはいいんだって。こちらデルタワン。お、ディープフリードは他各機に通達。アイシャちゃんとニーナちゃんの囚われている場所が分かったよ。マジで？どこ？ゴールドエビルの外面に見えるカプセルに彼女たちの生体反応をキャッチしたわ。どこですか？了解した。そうと分かれば
各機はジークフリード1を援護、オールドエビルからの帰還ルートを確保しろ。ナッティは、アイシャ、ミナ、必ず助け出す。どこですか。ここどっちを助ける感じになって分岐変わります。マジか、アイシャって書いてるのこれ。でこっちがミーナか、アイシャかミーナか。キングダム、俺どっち早いと思う。どっちがキングダム。俺はやすやすとやらせません。いい腕だ。まだまだ、そのままだと死んじゃう。どうしよう。俺はな、妹ケオにバカやってくれる女の子の方が好きなんだ。あいつ目玉ついてる。分かった、アイシャ、今会いに行くぞ。アイシャ救出した。逃げよ、離脱。何も言わなくていい。お前が無事だった。俺にはそれだけでいいんだ。そう。これで両方助けられるんかい。お前俺を試したか。ミーナはもちろん助けるつもりやったで。見捨てるつもりなかったで。お前で嘘やないで。当たり前よ。あ、約束やで。これから怖い思いはさせない。絶対に。こちらジークフリード1、アイシャとミーナの救出に成功した。一度クォーターに帰還する。誘導頼む。こちらデルタ1、了解。帰還、帰還。お、ヤシドシが出てる。東堂を止めてくる。ああ、きっとそれが俺が今ここにいる理由。この星を守ってみせる。リオン、私ミーナ、リオン、ありがとう。必ず無事に帰ってきて。ここがあなたのステージよ。お、シェリルさん、ランカさん、受け取って。ミーナちゃん、あなたの思いが、歌が、みんなの力になるわ。さあ、あなたの歌で未来を切り開いて。ミーメイさん、
さあ。ああ。お、アルトとリオン。これはなんか毎回出てくるの変わるんかな。
おしまいか。あんな少なかったけど。お。これからもよろしくね、リオン。なるほど、これが愛車から助けたエンドか。お？喋らんの？ちょっとプレスリーの不調のせいか音声が出てないですね。ゲームをクリアしたんだけど、まだまだやれることがたくさんあるんです。クリアデータをセーブすることができるから、それをロードすればプレイデータを引き継いで、ああ強くてニューゲームができちゃう。何がしすがれんの？パイロットサポートキャラクターのレベル、開発した機体、全機体の集運状態、所持金、所持してるアイテム、ああそれに先生、あああああ、ほんまに強くてニューゲームやな。ただ一部のアイテムはしすがれへんと。はいはいはい、ハード以上にハードな難易度、アルティメットが解放。究極の名に恥じない難易度になってるから、最初からいいパーツやお金、経験値をたくさんもらえると。少し怖いな。アルティメット以外も選択できるから安心してね。あとショップ使ったことないけど、開発ランク3の設計図も販売されたり、セントラリティの機体も、これはマクロスファンからしたらありがたいね。いろんなことができるよね。で、まだクリア得点があって、リオン以外のキャラクターも、おー、プレイアブルになると。え？アイシャ、ミーナもプレイできるんや。へぇ。バサラは機体の乗り換えができひん。ああ、VF19 回にはバサラしか乗れない。ハーバーマールカラーの機体も使えると。副賞のバリエーションも増えています。あ、ライブ衣装とかもせん、一周目では仲間にならなかった人たちも選択。あ、リードン、ロット、イワノフ、ノーラ、カムジン、シャロン、バサラにジェフリーも使えるようになったと。ガネス。ガネスはいらん。ああ、2週、3週、4週と遊べたね。リーロン、ガネス、ロットが仲間になった。ノーラ、DD、カムジンが仲間になった。あ、シャロン！シャロン、バサラ、ジェフリー艦長が仲間になった。データをセーブします。さあ、というわけで、無事クリアできました。
無事クリアできたよ。まあなんかね、アイシャと夫婦漫才みたいな感じのことやってたけど、あれは俺がアイシャを先に助けたからアイシャエンドになったっていう感じだね。ちなみにキングダムはどっちを助けたの？知らん。え？覚えてない。何こいつ？ああ、両方見たのか。あ、というわけでマクロス13、まあ、僕らはちょっと駆け足でギルドの方とか放置でパパッとやっちゃったんですけど、結構重要でやりごたえのあるゲームなんで、マクロスファンの皆さんも、もしかしたらそうでない方を見てるかもしれないですけど、皆さんぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。まあ、ただちょっと最終決戦とか負荷がでかいんで、ボロい、僕みたいなボロい PS3 じゃなくて、綺麗な PS3 でやることをお勧めします。それでは長い間ご視聴ありがとうございました。また別のゲームでお会いしましょう。バイバイ。